はい、これが猫塚古墳です。これが猫塚古墳で、綺麗に残ってますね。これ全く4分ですよね、見た感じね。何にも看板がありませんね。どこかが入れるかね、入れないか。ああ、ここから撮ってんねんな、写真な。ここから撮ってありますね。なんかあの辺から入っていけそうやね。ちょっと小ぶりでございますけどね。全体合わせても6、70メーター、奥行きもそんなもんかな。で、真ん中に小高い山が丘があってね。どこから入れるかね。あれ、入れないか。はいはい、入れないですかね。あ、ここなんか看板があるぞ。ここにほら、お猫塚古墳。これで墳丘は15メーターしかないのかね。午前日もういろんなのが出た、書いてあるんだけどね。はいはい、ちょっと行ってみましょうね。ここ行かれんかね、ここ。ここから。あ、これね。これ行けそうやね。ずいぶんね、行き過ぎてしまったんやけど、車ね。あれ、入れないですね。これも管理がちゃんとしないとね、時間の問題で崩れますね、これね。何もやってないね、これ。この辺は、この猫塚古墳のね、一部になってるんじゃなくてね、横はもう、色作されてるんでね、あそこまでやね。入れないですね。こんな感じです。入りませんでした。ね、高さが5メーターぐらいで、ね、おそらくね。横が軽縄土やね。軽縄土でございます。ちょっと入れないですね。ちょっと無理やね、下がね、緩いね。下が、これは下は、これは稲作した跡があるね、これ昔ね、ちょっと前に。で、これ、イノシシがものすごく掘ってますよ、これ。これ、イノシシですよ、これ掘ってんのね。どうきょうねんな、イノシシは。こんな街中なんですけど、まあまあ、村の中なんですね。ここはね、軽縄ですぐ行かね。あれと思いました。あの山がそうかと思ったけどね。猫塚古墳、あの山かもな。あの山かなと思ったけどね。違いました。手前でした。ここでした。はいはい。猫塚古墳でございました。